象の鼻や牙、耳の役割。象は植物の根や木の皮を食べるよね。その時、この牙で植物の根を掘ったり、木の皮を剥いだりするんだ。そして長い鼻、食べ物を掴んで口に運んだり、水を飲むだけじゃない。呼吸をしたり、匂いを嗅いだり、体に水をかけたりするんだ。サバンナは暑いけど、ゾウは汗をかかない。でもこの耳をパタパタさせて、体温を下げているんだ。今日も見てくれてありがとう。またねー。